はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。皆さんがものづくりで木工もしくは DIY などで木の家具を作りたいといったときに、その作り方の考え方ですね。例えば、じゃあ、棚を作りたいって言ったら、そのスパンがどれぐらいだったら強度が保てるかとか、組み方ですね、こう組みますかとか、こう組みますかとか、そういう質問が多いので、そういうことにお答えしていこうかと思います。ということですね、今日はまず大きく分けて、その家具を大別するという形でご説明させていただきたいと思います。はい、でまず皆さんがあるもの A を木工で作りたいってしたときに、どれかのカテゴリーに入るはずです。で家具というのは大きく二分されます。2つですね、僕らがよく言うのは箱物と足物という形で大きく分けます。他にも、もう一つ小物とか雑貨とかがいろいろあるんですけれども、大きく箱物と足物に分かれますよと。じゃあ箱物ってどういう形のものがあるかというと、一つはシェルフ、棚ですね。あとチェストや、あとキャビネットなどがあります。で、じゃあ足物に関しては何があるかというと、机、テーブル、椅子、ベッドなどですね。こういうものが足物に分類されます。で皆さんが何かを作りたいと言った時に、大体どれかにカテゴライズされるかなというふうに思います。箱物についてちょっと説明していきましょう。でですね、僕らの教室で皆さんが力作ぞろいで作品を、ですね、作ったものがホームページに出ているんですけれども、ちょっと、それを参考に、ちょっと見ていきたいと思います。はい、それではですね、僕らの教室の、会員様の作品を見ながらちょっと例にとっていきたいと思います。箱物なんですけれども、今ちょっとここに画面が出てますね。じゃあまずシェルフから見ていきましょうか。シェルフってどんなもの？と、棚ですね。棚のくくりとしては、前面部がオープンになったもの、扉などがつかずに、そのまま向こうが見えるものというのが基本シェルフ、棚というような形の、カテゴリーになります。はい、今こういう形で、会員様の、過去の作品ですねがいろいろ出ています。はい、じゃあ続いて、じゃあキャビネット見ていきましょうか。キャビネットとはどういうカテゴリーになりますかと言ったら、ですね、こういう形のものですね、前に扉がついています。開き戸だったり引き戸だったりしますね。こういう形のものが、一般的にキャビネットと呼ばれるものです。いろいろ引き出しがこうついていたり、この扉みたいなものが、ついているものもあるんですけれども、これもキャビネットですね。はい、こういうものが、キャビネットと呼ばれているものです。じゃあ続いて、チェストを見ていきましょうか。はい、じゃあチェストとはどういうものですかと言ったら、こういう形でですね、引き出しがついたものを主にチェストと呼ばれています。はい、こういうものですね。はい、で、次にですね、じゃあ足物を見ていきましょう。足物とは何ぞやと言いますと、こういうテーブルなどですね、こういうテーブルでしたり、これはスタッフの作品になるのかな。こういう、ソファーテーブルですね。こういう形で、足があるもの、これが、基本テーブルになります。他には、テーブル以外で、こういう、デスクですね。こういうデスクみたいなものも一般的に足物になります。こういう、可変式の机ですね。こういうものも一般的に、デスク、引き出しがついていたりするものですね。学習机です。でテーブルと、机でその使いやすい高さというのも、若干変わってきます。そういった意味でもこのカテゴリー分けっていうのがちょっと一応大事になってくるかなというような形になります。はい、であとは椅子ですね、でしたり、ソファーだったりいろんなものがありますね。過去の作品がたくさん出てますので、ぜひぜひまたちょっと皆さんご参照してみてください。はい、でですね、箱物と足物で一般的に皆さんがこう DIY で、作るときっていうのにちょっと、作り方の考え方が変わってきます。はい、というのはですね、まず箱物っていうのは、大きく分けて負荷がかかりませんっていうのは、上に乗ったりもしませんし、グッと押して何かをこう移動するとか、そういうことがほとんどありません。で、片や足物というのは、こう僕がちょうど今座っている椅子もそうですし、テーブルもよく一緒と立ち上がるときに上から力がかかります。負荷がかからないものが箱物、負荷が必ずかかるものが足物というような形の考え方になります。で、それによって、結果大きく変わってくるものが作り方ですね。や、構造、材料です。というのは、足物で言ったら例えば角材で構成されています。
四角い棒ですね。で、それを元にフレームを組んで、構成していくっていうのが、まあ、足物になります。型や箱物っていうのは結構作り方や考え方が簡単で、大きな板、皆さんがよく購入される合板ですねみたいなものをプツプツ切って、それを組み立てていくというのが、基本箱物の考え方になります。ですので、まあ、初めに何か作ってみたいなという方は、まずは箱物からトライしてみるのが一番いいかと思います。はい。でですね、まあ、そう考えた時に、ホームセンターなどで材料を揃えようとした時に、箱物っていうのは主に使う材料、購入したらいい材料っていうのが合板、あと修正材、あとランバーですね。こういうものがよくホームセンターに売られています。で、まあ、僕ら一応、まあ、教室の会員さんに、お勧めするときには、あんまり薄い板だとビスが飛び出たり、何でしょう、なかなかその構造上、ぐらつきが出てくるので、18ミリ以上っていうのが一番好ましいですね。まあ、そういうものを、ホームセンターでお買い求めいただいて、使用したら比較的簡単にできますよという形です。はい。じゃあ足物は例えばホームセンターで購入する材料としてはどういうものかというと、SPF 材ですね。例えば 2×4 材でしたり、1×4 材みたいなものを使うと比較的作りやすいんじゃないかと。あとはまあヒノキの角材などもホームセンターに安価に売られています。で、まあこういう形のものがフレームとして足になったり、幕板や抜き3ですねみたいなものになったりするというふうに考えてもらえればいいかと思います。ということでですね、まあ箱物と足物で材料が変わってきました。じゃあ、あとはもう一つ、ここで影響してくる分かれ方っていうのが値段ですね。で、ホームセンターで購入するとき、まあ、もしくは僕ら、もちろんこういう木材、僕ら木材も販売しているんですけれども、箱物はとにかく使う面積や体積が大きいです。ということで、箱物っていうのは世間一般、市場で言ったら高価になります。で、型や足物っていうのは、フレームで隙間が多いですね。棒状のものを組み合わせていくので、値段は安いです。値段は安いんですけれども、その代わり手間がかかります。なぜ手間がかかるのって言ったら、やっぱりさっき言ったその構造上の問題ですね。負荷がかかるので、それがぐらつきがないように、強度を保って壊れないようにするっていうことで、設計などの手間がかかってきます。はい、ということでですね、足物っていうのは材料費自体は安いんですけれども、まあ、よく皆さん家具屋さんに行って椅子って高いなって思われるかと思うんですけれども、その分設計だったりその手間っていうのが、かなりかかってきます。例えば、まあ、足物って、まあ、通常で言ったらこう角材を、ビスで留めたらいい、まあ、自分で直せればもう本当にそれで、直しながら使っていくっていうのはもちろんありなんですけれども、僕らはまあ一番、教室で推奨しているのは、補助組ですね。木組で、こういう形で穴にしっかり接合してで使ってあげましょうねというような作り方をします。で、まあ、いろんな作り方があります。足物、箱物、例えば、じゃあ箱物みたいなものは、よく皆さんからある質問で、じゃあこう留めた方がいいのですかと、もしくはこうですかと、もしくは上はこうでこっちがこうですかとか、乗っかるのか挟み込むのか、これって皆さんすごい悩まれるところだと思います。実際、僕もその DIY を初めてやった時に、そこで一番悩みました。じゃあ作り方を、作り方が簡単なものを優先するのか、強度を優先するのか、はい、それが全部さっき言った、棚なのかキャビネットなのかシェルフなのか、全部それで考え方が変わってきます。で、かたや足物に関しても、一言で、椅子と言ってもですね、いろんな組み方があります。はい。例えば、まあ、幕板というもので構成するやり方、もしくは天板にズボッと刺すだけの、やり方、いろんな作り方があります。じゃあ、ちょっと次回は、その、足物と箱物の、その構造ですね、作り方、どんな作り方がありますか、というようなところを説明させていただこうかと思います。ということで、じゃあ今日はこんなところでおしまいにしたいと思います。じゃあ今日もご視聴いただきましてありがとうございました。